離散処理効果での9回目の授業を始めていきます。前回から離散確率論の話をしていますが、今回は確率的離散システムの解析の発展版の話をしていきます。今日の目標はこれになります。まず、確率的に定義されるグラフの性質を調べられるようになるということです。で、まあ、この確率的に定義されるグラフのことを、まあ、ランダムグラフと言うんですけども、まあ、ランダムグラフにはいろんな定義があるんですが、その中で一番基本的なもの、標準的なものを考えます。で、その性質を考えていくということなんですけども、特にこの域値現象、あるいは総転移と呼ばれる現象がランダムグラフにはいろいろとあるんですけども、そのうちの一つを紹介して、まあ、それがちゃんと、調べられる、証明できるようになるということを目指していきます。はい、では、まず、ランダムグラフというのは何なのかということを話していきます。ランダムグラフというのは、ここに書いてある通り、確率的に生成されるグラフのことで、これは場合によって次のうちのどちらかを指します。一つは、その確率的に生成された一つのグラフ、つまり標本と言っていいと思いますけども、それを指す場合もありますし、その標本が取られる元の確率分布ですね、グラフの集合の上の確率分布を指すこともあります。で、この講義では、この下の方ですね、グラフの集合上の確率分布であるというふうに見なして考えていきます。はい。で、このグラフの集合上の確率分布として、最も古典的で最も有名なものが、この L レスとレニのランダムグラフと呼ばれるものです。で、この、ランダムグラフ、確率分布では、2つのものを、あらかじめ決めておきます。で、1つは N という頂点数です。で、もう一つは変確率と呼ばれる P という、実数です。これは、0よりも大きく1未満の実数である。実数ですね。であるとすることが多いです。で、何を考えるのかというと、ここで、N が5の場合を考えてみようと思います。で、N が5なので、ここに、ここ。あ、これ1、2、3ですね。で、頂点があると思ってください。で、この頂点数が5というのが N で表されるということです。で、この時にですね、この P が今2分の1の場合を考えてみようってことを言ってるんですけども、それはどのような確率分布なのかというと、例えばですね、この1と2の間に変があるかどうかということを、この変確率 P で決めるんですね。で、変がある確率が P であって、ないという確率が1マイナス P であるとするわけです。だから、この場合は、例えば、公平なコインですね、硬貨を投げて、表が出たら、この1と2の間に変があり、そうでなくて裏が出た場合には変がないというふうに思うということにするわけです。例えばですね。で、例えば、今、仮に、コインを投げたら表が出たとしましょう。そうすると、この間には変があるということになるわけです。ですか？で、別のところを見ます。例えば、これ1と3。ここの間にも変がありますか？ということを聞くわけです。この部分では。で、それがある確率が2分の1。あ、P でないという確率が1マイナス P であるというふうにするわけです。で、ここでもまたコインが投げて、で、このコイン投げはこの前の1と2の間で、変を考えたときとは独立にコインを投げるということにします。で、コインを投げて、例えば裏が出たら、この間には変がないという形になるわけです。で、これを1個ずつやっていきます。1と4の間も、コインを投げて、裏が出たら変がないと。1と5の間も、コインを投げて、表が出たら変があると。で、これ他のところもやりました。で、他のところ、6箇所あるわけですけども、それぞれ独立にコインを投げて、変があるかないかを決めるというような確率分布に従って、一つグラフを選んでくると、このような向こうグラフが得られるということになるわけです。で、このようにして、作られる、作るという確率分布が、L レシとレギのランダムグラフと呼ばれるものです。では、きちんと定義をしようと思うんですけど、その前に。このグラフが得られる。この標本ですね。標本として、サンプルとして。本として、このグラフが得られる確率というのは2分の1の中乗になります。なぜかというと、先ほどのこの選択ですね。コインを投げる回数は10回あったわけです。で、10回あって、その10回のうち、その一つ一つのこの、組において変があるかないかというのが、この2分の1という確率で定まるということになるわけですね。だから、このグラフが得られる確率は2分の1の10乗ということになるわけです。で、このような確率分布を考えるということになります。では、定義をしていきましょう。今、その N と P という、
もので、この確率分布は決まるんですけども、その確率分布のことをこの白抜きの G、NP と書くことにします。で、P は実数で出るよりも大きく、1よりも小さいもの。で、N は生成数であるとします。で、この時にこの GNP というのは、頂点数 N の向こうグラフ全体の上の確率分布で次を満たすものということです。で、何かというと、各に頂点群 UV に対して、その UV がこのグラフにおいて変である確率というのが P であると。いうふうに定まると。で、なおかつ、この変確率というか、この確率ですね。UV が変であるという確率は、異なる二頂点組に対して互いに独立であるというふうにします。だから、先ほどの、イメージで言うと、P が2分の1だったので、公平なコイン投げをしている、独立にしているということだったんですけども、一般の P である場合には、表が出る確率が P であって、裏が出る確率が1マイナス P であるような、不公平なコイン投げで、独立に行うことで、変があるかないか決まっていくというふうに、思ってもらえばよいと思います。でですね、以後、この頂点集合を V と表して、それは1から N までの整数であるというふうに思うことにします。はい。じゃあ、この確率分布実際どんなものなのかってことをちょっと見てみると、そうだ、まずこれですね。互いに独立だって何なんだってかってことをちょっと、復習するところですね。ここで書いてあるのは、複数の異なる日頂点組 U1V1 から UKVK に対して変確率が高い能率というのは何かというと、これですね、U1V1 が変である、かつ、点点点、かつ、UKVK が変であるという確率が、この積で表されると。U1V1 が変である確率、かける、点点点、かける、UR、UKVK が変であるという確率という形になると。で、このそれぞれですね、このそれぞれの確率っていうのは、どれも、P なので、最終的にこの確率は P の形状になるということになります。いいですか？はい。で、このように考えるということになります。L でシュトレニの、ランダムグラフというふうに呼んでいたんですけども、L でシュトレニっていうのは人名です。どちらも、ハンガリーの数学者。で、同時期にギルバートの論文でも登場しているので、場合によっては L でシュトレニ、ギルバートのランダムグラフと。呼ぶこともありますが、大抵の場合は L で指数とレリのランダムグラフというふうに呼ぶことになっています。はい。他にもですね、実はその L で指数レリのランダムグラフと呼ばれるものがあったりするんですけども、今挙げたものが普通そういうふうに呼ばれるものですね。はい。で、ですね、他にもそのランダムグラフいろいろとあるんですけども、よく使われるのがこの L で指数レリのランダムグラフであって、いろんな話の基本となるもので、今日はこれを使っていくということになります。はい。で、それでですね、変の確率の独立性から次が正しいに分かります。これは、証明することもないと思うので、書いておくんですけども、何かというと、グラフがですね、グラフ G っていうのが、の頂点数が N で、変の数が M のときには、それがですね、この、確率分布ですね、GNP において生成される確率というのは、なんていうんですかね、この式で表されます。で、どのような式かというと、これはですね、P の M 乗かける1マイナス P の N 中順にマイナス M 乗ですね。ですか。こんな感じであります。で、下に例が書いてあるんですけども、どういうことかっていうと、例えばですね、このグラフ。ちょっと書きましょうかね。このグラフ。このグラフっていうのは、頂点数が3で、辺の数が1であるグラフです。ね、で、このグラフが実際にこの、この GNP という確率分布から、取られる、生成される確率は何なのかというと、まずここにはですね、その2つ組として考えるペアの数が3つあるわけです。3つありますね。で、この1、2の間に実際にこれ辺があるので、この辺が引かれる確率、選ばれる確率っていうのはこれ P になります。で、2と3の間は変がなく、1と3の間も変がないというわけですね。だから、一個一個見ていくと、1との間に変が引かれるようになる確率はこれは P です。で、1と3の間に変が引かれなくなるような確率は1引く P です。で、2と3の間に変が引かれない確率は、これも1マイナス P です。で、これらは独立に置きますから、実際に、この、1と2の間に変があり、かつ1と3の間に変がなく、かつ2と3の間に変がないということが起きる確率というのは、
この3つの確率の積になります。で、これは p かける1マイナス p の2乗ということなわけです。ですね。で、そうすると、今、この n が3の場合には、n チューズ2っていうのは、これ3ですから、ちょうど、ここに書いてあるように、ここですね。p の1乗かける1マイナス p の3マイナス1乗、つまり2乗ですね。という形で、ここをかけるということになるわけです。よろしいでしょうか。で、このですね、n チューズ2っていうのは何かっていうと、このま、n 個、頂点があるときに、このペアをですね、選ぶ方法の総数ですね。n 個の中から2つを選ぶ方法の総数は n チューズ2になったわけです。で、そのそれぞれに対して辺があるかないかってことを考えるわけなので、辺の数 m だけ p がかかってきて、辺のないところ n チューズ2マイナス m だけ1マイナス p がかかる。という形で、この式が得られるということになるわけです。はい、いいでしょうか。という形で、まあ、一個一個のグラフですね。頂点数を固定したときには、一個一個のグラフが得られる確率が分かるということになります。いいでしょうか。それでですね、じゃあ、今からこの GNP、L ですと L のランダムグラフの、性質をいろいろと見ていこうと思うんですけども、じゃあまず一つ目。頂点の次数というものがありますね。頂点 V の次数とは V に隣接する頂点のことです。まあ、前の図で言うと、例えばですね、ちょっとこの今書いてあるのを消しますけどね。消しまして、例えばですね、今じゃあ1という頂点で言うと、このグラフにおいて1という頂点を見ると、それに、隣接する頂点、まあ、数1なので、何て言ってましたっけ、隣接するですね、そうですね。隣接する頂点が1なので、この場合は、このグラフにおいては、1の実数は1であると思いますね。ちょっと1が1だっていうのが分かりにくいので、それと一緒の方向、これですね。このグラフ見てみると、この場合は1の実数は2になります。なんでかっていうと、2つの頂点と隣接しているから。隣接しているというのは辺で結ばれているということですね。辺で結ばれているからですね。そうすると、まあ、実数、この1という頂点の実数を順番に見ていくとですね、どうなっているかっていうと、一番初めのこれ0ですね。で、次これは1、0、2、1、1になります。ですかね。だから、この、その、標本として得られるグラフによって、この頂点の次数っていうのは、まあ、変わってくる可能性があるわけなので、これの、つまりですね、この、頂点の次数というのは確率変数になってるわけです。ですか？で、この確率変数なので、まあ、その期待値というものが考えられます。で、ここに書いてあるのは、その期待値が何なのかってことですね。実際にこれ見てみると、ここで言ってるのはその性質で、任意の頂点の期待、次数の期待値は n-1 かける p になるというふうに言っています。先ほどの例ですね。先ほどの例では、ちょっと言いますけども、今0110211というのが実現値になって、その、その値になる確率はもう分かってるわけですね。分かってますね。だからこれを掛け合わせて足せば期待値が分かるわけです。それ書いてあるのがここですね。先ほどの次数の部分が、これですね、0110211になっています。で、それに確率をかけて足しています。で、そうすると、まあ、0のところはなくなって、って感じで、見ていくと、この 1p かける 1-p の2乗っていうのが、2つありますね。こことここですね。本当はここにあるんだけども、これは0なので消えます。ですね。で、これ、ここに見ます。で、p2 乗かける 1-p っていうのは、ここに、3箇所あって、係数は2、1、1なので4になります。ですね。最後、2p の3乗というのがあって、ここになります。で、まあ、この式をじっと見ると、わかるかどうかは別なんですけども、これは実は 2p に等しいということですね。で、これが 2p に等しいことを、パッと見てわかるっていうのは、ちょっと難しいかもしれないので、ちょっとこれは計算してみると、これはちょっと時間ないから、これやりますね。これ、まあ、2p でくくれるわけですね。まあ、じゃあ 2p でくくってみましょう。でそうすると、1-p の2乗プラス p の、1-p ですね。で、プラス p の2乗。こうなりますね。嘘ですね。2がありますね。はい、すいません。ってことなので、この中身っていうのは、これは、1-p プラス p の2乗ですね。ですね。だから、まあ、因数分解が分からない場合は、この下の式を展開すれば上になるってことが分かると思うので、それで確認できる。で、そうすると、1-p プラス p の2乗なので、これは、1の2乗なわけです。これ1ですね。だから、この全体として、これは 2p になるということになります。
こんな感じでですね、なんかこの確率を計算すると、こういうふうにドバッと消えることが割とあるんですけども、この場合もそうだということですね。で、今からこの計算、一般的にやりたいんですけども、このようにですね、一つ一つの、この実現するグラフの次数を見て、確率をかけて足し合わせるっていう、つまりその期待値の、定義に基づいて計算する方法っていうのは、今みたいにですね、このうまく式変形して、こう消えるところを消して答えを導くという形になるので、厄介なんです。計算とても大変です。なので、それはここではせずに別の方法で計算しようと思います。で、それはですね、前回も扱った表示確率変数をも、用いるという方法です。じゃそれやってみましょう。はい、じゃこれでやってみます。では、今、この G というのは、この GNP に従って得られる無効グラフであるとしましょうと。で、今、この、計算したいのは、任意に固定した頂点 V に対する、V の、次数の期待値であるということですね。なので、今この V 以外の頂点を考えます。V 以外の頂点 U ですね。で、これに対して、UV が変になるという確率は P なわけです。変確率ですね。ここでいいですね。いいですか？で、この次のように書いてあることを考えます。何かというと、V 以外の任意の頂点に対して、この表示確率変数 XU というのを考えます。で、これ何かというと、UV が変であれば1、そうでなければ0というものを取る確率変数 XU です。ですか？で、そうすると、これがわかる。これが重要ですね。今考えたい、この、V の次数という確率変数は XU の和で表されます。いいですか？実際、この U と V の間に変があるときにだけ1になるわけなので、この XU っていうのは V と隣接している頂点の数に等しくなるわけです。で、それは取り物をさず次数ですね。これ等しく、これが何かするわけです。だから、これによって、この次数のことを知ろうと。ということになるわけです。じゃあですね、今、この XU がここに出てきているので、じゃあ XU のまず期待値知りましょうということをやってみます。で、それをここにやっています。そうすると、XU の期待値は何なのかというと、これは簡単に計算できるわけです。なんでかというと、1という値を取るのが UV が変である場合なので、1かける UV が変になる確率プラス0かける UV が変になる確率。そして、この XU の期待値は計算できます。そうすると、後ろ側はこれ0だから、これ消えるわけですね。そうすると、これは、ここの部分だけ残るわけです。UV が変になる確率ですね。それ、ここですね。で、これは上で言ったように P なんです。つまり、何が言ったかというと、XU の期待値は P です。で、これで、計算が簡単になります。何で計算が簡単になるのか。それは次のページですね。そうすると、今、この、V の期待値というのは、V の、V の次数の期待値は、V の次数がこの XU の和と等しかったので、このまま置き換えました。で、そうすると、ここで期待値の線形性を使います。ですね。期待値の線形性を使うと、これバラバラなわけです。バラバラになります。で、バラバラになって、この一つ一つの、表示確率変数の期待値は P だったと言いました。で、P を何回かけて足し合わせているかというと、これ頂点数マイナス1です。ので、それは N 低いという形になって、これで、期待値が分かったということになるわけです。よろしいでしょうか。このようにですね、この表示確率変数を自由自在に使いこなすことができることっていうのは、割とこの離散確率論を考えていく上では非常に重要になります。まあ、離散だけではなくてですね、連続の場合もそうなんですけども、その例を離散の場合でやってると思ってください。よろしいでしょうか。で、これは実数の話でしたね。はい。まあ、こんな感じになります。でですね、じゃあ今この次数の期待値が N-1 かける P だってことは分かったんですけども、じゃあですね、実際この次数のばらつきはどれぐらいあるのか
別に言ったすると、この次数っていう確率変数は、この期待値の周りに集中するのかどうかってことをちょっと見てみたいと思います。で、まあ、数学的には、これ、チェルノフ状態の技法っていう前回扱った技法を用いて考えているんですけども、まあ、とりあえずちょっとシミュレーションをしてみましょう。あ、その前に式がありました。ちょっと待ってね。あ、しまった。すいません。ちょっとシミュレーションしてませんでした。嘘をついちゃいましたね。すいません。嘘をついてしまいました。これ、シミュレーションしてるつもりがしてなかったです。すいません。皆さん、じゃあ、シミュレーションに実際にやってみていただけるといいんですけども、これ、割とですね、N が大きいときにはすごく集中します。だから、その、なんていうんですか、この期待値から外れる確率っていうのはすごく小さくなるんですけども、それのために、チェルノフ状態の技法を用いて、そのことを数学的に確認していくということをしてみましょう。チェルノフ状態の技法は何だったかっていうと、例えばですね、この、次数が、この期待値の2倍ですね。これ今書いてるの期待値の2倍ですね。2かける V の期待値の2倍です。以上になる確率っていうのは何でしょうかってことを考えるということをします。で、その時に、チェルノフ状態の技法では何を考えたかっていうと、この今考えているものを、この指数の型に乗せましょう。まあ、指数は今こう2にしてます。まあ、2である必然性はないんだけど、2にしてます。で、そうすると、ここで、あれですね、マルコフの不等式ですね。マルコフの不等式を用いると、この式が得られると。マルコフの不等式は知られている人のために言っておくと、何だったかというと、z という、皮膚の値を取る、確率変数に対して、t は、0じゃない実数なんですけども、0よりも大きい実数なんですけども、その時に、z という確率変数が t 以上になる確率は、t 分の z の期待値で抑える。まあ、z の期待値は存在するとしましょう。というのは、これはマルコフの不等式でした。ですね。で、今この部分ですね。これ確率変数ですか。これを今 z と置いて、後ろ側、これを t だと思ってるんですね。ですか。で、そのまんま、ここは z で、ここ t という形で、マルコフの不等式を適用したということになります。で、そうするとですね、何を言いたいかっていうと、ここに現れているこの式がですね、すごく小さいってことを言いたいわけですね、実際は。で、そのためには、この上の分子ですね、分子の部分に書かれている部分の、期待値が分かんないといけないということになります。つまり、2の V の次数乗という確率変数の期待値です。で、それをちょっと計算する必要がありますね。で、計算しましょう。で、それをやってみます。そうすると、この、部分ですね。は、先ほどの、性質から、XU の和であるというふうに書けるわけです。で、XU の和が指数部に載っているので、それは、2の XU 乗の積であるというふうに書けるわけですね。これは指数法則そのまま使ったわけですね。はい。で、今ですね、XU っていうのは互いに独立なんですね。それはその辺があるかないかっていうのが互いに独立だったからです。よって、この2の XU 乗も互いに独立です。ああ、これ、独立かけてない。独立、互いに独立になります。互いに独立になります。で、互いに独立な確率変数に対しては、この積が外れます。ちょっと注意しなくちゃいけないんですけども、期待値の線形性を使って和を前に出すときには、独立性必要ないんですけども、どんな確率変数に対してもできるんですけども、積を前に出すときには、この確率性が、独立性が必要になります。で、独立性があると、ので、前に出せるということになって、こうなります。で、そうするとですね、この一つ一つのこの部分ですね、2の XU 乗の期待値が分かれば、これ全体で分かるということになります。で、そうするとですね、まあ、2の XU 乗の期待値は何なのかっていうと、XU が1を取る確率は U であって、0を取る確率は1引く P なので、こんな形になります。で、それは U に依存しないので、この量ですね。この量っていうのは今ここに書いているこの括弧の中ですね。これが今、E の2の XU 乗であって、これは U に依存しないので、この積の部分ですね。N 引く1個、これ掛け合わせるっていうのはそのまま N 引く1乗になります。ですね。そうすると、この中身ですけども、中身ですね。中身をよく見ると、2の0乗は1ですね。あ、これは、2×p プラス1マイナス p になります。ということは、これ1プラス p ですね。という形で、この、計算したかった分子の部分ですね。分子の部分が、ちょうど1プラス p の n-1 乗ということがわかります。それを入れてあげましょう。
で、そうすると、これが得られるわけです。ですね。で、これ整理すると、まあ、n-1 を指数で出してあげると、分母は4の p 乗になります。で、分子は1プラス p。という形で追いかけるわけです。で、これがですね、まあ、小さいかどうかってことは、パッと見てわかんないんですけども、今ですね、p は0以上、0よりも大きくて1未満である。ってことをちょっと思い出すと、これはですね、どんな問題をしたかというか、ですね、図を書けばわかります。まあ、グラフ書きます。で、まあ、書いてみてこんな感じになりますね。これはどういう図かっていうと、横軸が p で、縦軸が、4の p 乗分の1プラス p。こういう、グラフですね。で、p の取り得る範囲は0から1まで間含まずって感じですね。で、そうすると、この範囲においては、この、4の p 乗分の1プラス p っていうのが2分の1よりも大きく、p 乗よりも小さいということがあります。で、特に1よりも小さいので、で、先ほどの結論ですけども、先ほどの結論を見てみたときの、この n マイナス1乗の中身ですね。これは1未満なわけです。で、なおかつ、まあ、0よりも大きい。ので、n-1 乗している、この n をどんどん大きくしていくと、これは0に向かいます。ですね。0に向かいます。とは何かっていうと、このですね、v の次数が、期待値の2乗以上になる確率っていうのは、n を大きくしていくと、0に収束するということになります。つまり、この2倍以上、期待値の 2倍以上、v の次数が大きくなるってことは、少ない確率、小さな確率でしか起きないということが、この、考察からわかるわけです。よろしいでしょうか。ですかね。ということになりまして、まあ、今のことはこのような形で、チェルノフ紹介の技法を使うことで証明できます。ということになりました。よろしいでしょうか。はい。ではですね、次ですね。で、今のところは、このランダムグラフの基礎的なことをご紹介したんですけども、次にご紹介するのは、この域値現象、あるいは相転域と呼ばれる現象がランダムグラフになりますよということです。で、ここはちゃんとシミュレーションやったはずです。すいません。先ほどシミュレーションやってないのにシミュレーションやったことが言ってしまいましたけども、ここはやりましたね、多分ね。じゃあ、見ていこうと思います。はい。で、今からですね、何を考えるのかっていうと、まあ、例題として、その、域値現象の例として、この例題をやってみたいと思います。で、ここではこの孤立点っていうのを考えるんですけども、孤立点って何かというと、次数が0の頂点のことです。例えばですね、この、今グラフ、たくさん書いてみると、次数0の頂点というと、これ、ここですね。これ次数0の頂点です。今、次数0の頂点に丸を打ってます。うまいですね。はい。で、そうすると、何なのかというと、今ですね、例題として考えたい問題は何かというと、このエルディスとレリのランダムグラフにおいて、孤立点が存在する確率を計算したい。で、こういうことをやろうと思います。で、今ですね、この例の場合は、孤立点が存在するグラフっていうのは上の4つですね。上の4つのグラフが孤立点を持つグラフ。なわけです。だから、それが得られる確率ですね。これを足すことによって、この孤立点が存在する確率っていうのがわかります。ですか。そうすると、まあ、ここにはあるのは 1-p の3乗ですね。で、ここに p1-p の2乗というのが3つあるので、3p1-p の2乗というふうになります。で、まあ、これ整理すると 1-p の2乗、1プラス 2p という形で計算ができます。で、まあ、計算ができるっていうのはいいんですけども、これですね、これをですね、n がもう少し大きい場合とかですね、一般の場合にやっていくっていうのは、これかなり大変です。まあ、ほぼ不可能。これを正確に計算するのは難しいので、何をするかというと、n が無限大の時、n を無限大に動かしていたとき、n をすごく大きくしていたときに、この確率がどういう振る舞いをするのかということを考察しましょう。ということをやってみます。で、皆さんですね、こういうなんか極限を取るっていうのがどういうものなのかっていうふうなイメージがあんまりないかもしれませんけども、極限を取るためには、正確に計算した式がまずあって、で、その式を使って、その式の n を極限に持っていくっていうふうにするものだと思っているかもしれませんけども、そういうふうにすることもできますけども、ここではそうしないんですね。なんでかっていうと、そもそもご正確に計算するの難しいんだから、その方法は取らないわけです。で、何をするのかっていうと、この全近的な振る舞いだけが知りたいわけです。n を大きくしたとき、n を無限大に近づけていたときにどうなるか。っていうことだけを知りたいので、そのためには、この正確なこの式ですね。知る必要ないわけです。いいですか？だから、全銀的な振る舞いの方が持っている情報少ないわけですね。
だから、考察しやすいわけです。で、それを目指しているということになります。つまり、この正確に計算せずに、全権的な振る舞い、あるいはその極限っていうのを考察するということになります。で、じゃあ実際に、どうやってやるのかっていうことをする前に、ここではシミュレーションをまずして、直感を養っております。で、こんな感じですね。で、これどういう図かというと、これいくつか線があるんですけど、それはまず置いといて、これ横軸ですね。横軸が P です。確率を、変えました。これ、このことはこれ0.0 と 1.0 も含めてしまっているので、あんまりよろしくありませんけども、まず、含めてます。で、ですね、何をやってるのかっていうと、各 P に対して、1000個、ランダムグラフを作ってます。で、何ですか、それ、各 P と各 N に対して。で、この色が違うのは、これ N が違うんですね。N が10、20、30から100まで、10ずつ変えました。で、各 N と P に対してグラフを1000個、この、ランダム、L ですとレミのランダムグラフという確率分布に従って取ってきます。で、取ってきたときに、その1000個中何個のグラフに孤立点がありましたか、孤立点が存在していましたかということを聞いています。ですから、孤立点の個数を聞いているのではないので注意してください。この1000個のグラフの中に孤立点を持つグラフ何個ありましたかということを聞いて、それを縦軸に書いています。で、例えば、この紫の線。これはですね、N が100の場合ですね。N が100の場合。ではないですね。これ N が20の場合ですね。同じ色、100と20で同じ色になっているのにちょっとややこしかったですね。これ N が20の場合です。すいません。これ N が20の場合です。で、この時にはどうなっているかっていうと、例えば、P が 0.2 ぐらいの時には、この1000個中、280個ぐらいのグラフに孤立点がありましたということなんですね。で、それがですね、P が 0.4 の時には、1000個中、孤立点が存在しているようなグラフの数は0でしたということを言ってます。ですか。で、一方で、P が 0.1 ぐらいだったら、その時に1000個中孤立点のあるグラフの個数は、もう980ぐらいだったと言ってるわけですね。このシミュレーションは。いいですか。で、そうすると、この図を見ると何がわかるのかっていうと、二つのことがわかります。一つはですね、N を大きくしていくとから、今ですね、この緑、紫、こんな感じで、この線がこちらに行けば行くほど、N が小さい方から大きい方に向かってるんですけども、大きくなると何が起きてるかっていうと、順番にいますね。まず、言えるのは、どの円においても、このグラフの傾向は、はじめ大きくって、どっかで下がっていって、こうゼロに近づいていくという形ですね。で、これがなんか、滑らかに下っているような感じがするんだけども、N が大きくなるにつれて、それがストンと落ちるようになっていく。ストンと落ちるようになっていく。いいですか？ストンと落ちるようになっていく。ってことがわかります。で、もう一個、あるのは、このストンと落ちるところですね。ストンと落ちるところは、N が大きくなるにつれて、だんだん左に寄っていっているということです。ね、だからこれストンと落ちるんだけども、そのストンと落ちる場所っていうのは、N が大きくなれば、大きくなるほど、まあ、左に行ってるというわけです。だから、この、ストンと落ちる場所があるんだけども、それは、N が大きくなるにつれて、小さくなるわけです。だから、ストンと落ちる場所は減少するということですね。だから、多分、このもっと N を大きくすると、多分、この曲線はこんな感じだということですね。こんな感じです。すぐ、ゼロに近づいて、あとずっとゼロという感じになるだろうと。ということになります。で、ここまでですか？でですね、これを実際に、これは正しいということを証明していきます。で、実際ですね、このストンと落ちる場所がどこなのかってことは、割と正確に分かっていて、次のような形になります。で、これが今から証明することです。このストンと落ちるところっていうのは、その N を大きくすれば大きくするほど左に行くって言ったんだけども、その左に行くスピードも分かってます。で、何かっていうと、このストンと落ちるところは、だいたい N 分のログN。これ N 分のログN ですね、だいたい。
ですかね。N 分のログ N になって。ちょっと、分母 N-1 になってのは、ちょっと、これ、技術的な都合を変更してますけども、まあ本質的には N 分のログ N です。N 分のログ N。で、それよりも左では、ほぼ1。だから、孤立点必ず含むことになっていて、P が、この N 分、N マイナス1分のログ N よりも大きくなると、孤立点を含まないことになるということですね。で、このようなストンと落ちる現象、こういうの域値現象。域値現象といったり、まあ、この性質が相定位を起こしているというふうに言ったりします。で、相定位っていうのは、まあ、なんかブセルとか化学の言葉なんですね。ちょっと次のページに書いてますけど、こんな感じですね。こういう図を皆さん見たことがあるかもしれませんけども、皆さんが見たことあるのは、ここら辺の人かもしれませんけども、これは何かっていうと、いわゆるこの相図と呼ばれているものですね。相図とか、もしかしたら、なんだろう。中学校や高校や状態図というふうに呼んでいたかもしれませんけども、何かというと、まあ、この赤いところ、これ、大気圧なんですけども、大気圧のところでは、ところが、横軸が、ちゃんと言わないですね。横軸が温度。縦軸が圧力。で、水というのはですね、温度と圧力が決まると、その状態が決まるというふうに言われています。言われてるから、まあそうなんですよね。状態が決まります。状態っていうのは大体、固体か、液体か、気体かというところだと、まあ思ってもらえばいいと思います。で、そうするとですね、この、まあ、なんだっけ、まあ、この気圧が、まあ、大気圧のところにあると、まあ、温度が低いところでは、それをはじめ、固体なんだけども、ゼロ度のところで、その固体だったところが、急に液体になると。いうわけですね。だからこれがその、いわゆる相定位と呼ばれるわけですね。こう動いていくと、氷だったものが水になる。固体だったものが液体になると。で、またどんどん温度を上げていくと、液体だったものが気体になると。液体だったものが気体になる。ということですね。だからまあその、この点のことを沸点というわけですけども、ということになる。という形で、その、あるところを境目にして、急激にその状態が変わる。ということを、この相定位というふうに言ってるわけですね。で、まあ、これは、このまあ水においてこういうことが起きるというふうなことを今この図が書いてあるんだけども、どんな物質であってもこういうような相定位を起こすと。どんな物質だったのって言っちゃいけません。私はあんまりこの物質のことを詳しくないけど、どんな物質でも言っちゃいけないけども、こういうようなことがいろんな物質で見られるということが知られています。で、まあ、このような相図とかですね、状態図というものをちゃんと定めるというのが重要なことなんですけども、こういうようなことがランダムグラフでも起きているということですね。つまりその前のことによると、このまあ P っていうのが、このそのまあ温度のようなものと言っていいかどうかわかりませんけど、その温度をこう変えていくと、このランダムグラフが必ず、孤立点を含むと言っていた状態から、あるところで急に、孤立点を全く含まないという状態に変わるということになるわけです。で、まあこの、これ境目があって、これが先ほどの言い方で言うと、その沸点とか融点に対応するようなところになっているということですね。ということがあるので、このランダムグラフのですね、こういう現象を、考察するというのは、実は、この物理学者の興味の対象でもあったりします。だから、いろいろとですね、その、グラフとかネットワークとかをですね、物理学者が、対象にして研究をするってことがあるんですけども、その時に、こういうような研究をですね、行ったりするってことがあります。もし興味がある方は、ぜひそういう、研究論文とかをですね、見てみていただくといいかなというふうに思います。で今からやるのをもう一度言うと、これですね。N-1 分のログ N で、この必ず孤立点を含むという状況と、一つも孤立点を含まないという状態がきっちりと分かれるんだということを数学的に証明していくということです。でそれをもう少しちゃんと言うと、これです。これを今から示していきます。でどういうことかというと、まあ、この G というのは、N デシベルのランダムグラフという確率分布に従って得られるグラフとします。その時に、このイプシロンっていうのは0よりも大きくて1未満の任意の正実数としますけども、その時にこれが言えます。P が、このログ N、N-1 分のログ M よりも小さい。で小さいっていうのは、この 1-イプシロン以下であると。1マイナスイプシロンかける N-1 かけるログN以下であるとします。
だからこれ先ほどの図でいる、ちょっと図、こういうふうな図があって、これ P があって、ここら辺に、N-1 分のログ N っていうのがあったんですけども、で、図はこんな感じだったんですね。だから今こう言ってるのは、これよりもちょっとずれていて、ここの半に P があるんですね。ですね。だからここのちょっとしたこの隙間を、ちょっとしたこの隙間をこれ1マイナスイプシロンで表したと思ってください。はい。で、そうすると、その範囲に P があるときには、G がポリステンを含む確率というのは N を大きくすると1に来ます。1に来ます。ということですね。ですかね。で、一方で大きい場合ですね。この N-1 分のログ N よりも大きいところに P がある場合。大きいところっていうのは、1プラスイプシロン分だけちょっと余裕を持たせています。1プラス1イプシロンかける N-1 分のログ N。以上のところで P があるときには、G がポリステンを含む確率というのは、N をこの現代に持っていることになります。そうですね。ということを今から証明していきます。でですね、いきなりちょっとこのイプシロンでやると、時期が半立になるので、N、イプシロンが2分の1のときのことをまず考えて、説明してから、それを一般的なイプシロンで説明するという形でやっていきます。はい。では、まずどっちからやるのかな。P が大きい場合とやりましたら、下の方からやります。ポリステンを含む確率が0になるってことを、0が0に収束するってことを言います。頂点で1個頂点に確立します。着目します。ですね。だから、この G というグラフが、あるんですけども、この V っていう頂点1個に着目します。で、この V という頂点が孤立点である確率っていうのをまず計算しましょう。で、これはこれです。で、これは何かというと、V 以外には、このグラフには N-1 個頂点があるわけです。ですね。ここには N-1 個。頂点があって、この V との間には、どこにも辺がありませんよって言うみたいですね。いいですか？孤立点ですから。ということは、今この N-1 個の頂点に向かって辺が引かれてないってことが実現するためには何が起きているかっていうと、どの間にも辺が引かれないわけになりませんで、一つ一つにそれが起きる確率は1マイナス P になります。辺がないわけですから。で、それが N-1 個あるので、その N-1 乗ってのが出てきます。だから V がポリステンになる確率っていうのは1マイナス P の N-1 乗です。ですね。これは V がポリステンである。その V というものを一つ決めたら、それがポリステンである確率です。ですか。で、この時に、次のような確率変数、つまりこれは表示確率変数ですね。この表示確率変数を使いこなすことが重要になってくるというふうにさっき言ったんですけども、これも使います。で、この XV は何かっていうと、XV が孤立点であれば1、そうでなければ0というような、確率変数をします。で、そうするとですね、孤立点の総数、を表す確率変数を large x としたら、large x というのは xv の和になります。いいですか ?xv の和になります。で、もう一つ重要なのがですね、g がポリステンを含むという事象の確率は、x という確率変数が1以上になる事象と全く同じになります。いいですか？なので、それが合ってます。g がポリステンを含む確率は、x が1以上になる確率と等しいです。なので、この知りたいのはこれですね。G が孤立点を含む確率なんだけども、それをこの X の言葉で置き換えて、今からこの X の性質を調べていくということをします。そうすると、この不等式はですね、なんかいい形をしてるんですね。どういうことかというと、この形から、マルコの不等式が使えるわけです。マルコの不等式も何だったかというと、Z が T 以上である確率というのが、T 分の Z の主体値以下になるということですよね。なので、今、この X の部分が Z で、1の部分が T になっているというふうに思うわけです。で、とりあえず今は P が大きい場合なので、P が、2分の3かける N-1 分のログ N 以上という考えをいたしましょう。だから、エプシロンが2分の1だったんですね。先ほどの言い方で言うと。はい。で、この時に、今、マルコフの不等式を使うと、X が1以上になっているという確率を今知りたかったんだけども、それは、一分の、E の X、X の期待値という形になるということがわかります。で、
そうするとですね、これは X の期待値なので、X の期待値ということは、X は XV の和だったので、期待値の線形性を使うと、線形性を使うと、XV の期待値の和になります。でそうすると、あとはこの XV の期待値が分かればよろしいということになります。じゃあ、XV の期待値何でしょうというと、それは、ちゃんとやってないですね。ちゃんとやってないけども、これは何だったかというと、XV は、先ほどの定理から、これは 1×V は孤立点であるという確率、プラス 0×V は孤立点ではないと。という形になるので、これは計算すると、PR ですね。V は孤立点であると。こういう形になるわけです。でそれが今ここに出てきます。V は孤立点であると。で、V は孤立点である確率というのはさっき計算しました。何だったかというと、これは、1マイナス P の N 比の乗でした。ですね。なので、それの和というのは、それの和というのは N かける1マイナス P の N 比の乗という形になります。で、これで、この、X が1乗である確率というのを上から押さえられました。ですから今この結論は何かというと、X が1乗である確率は N かける1マイナス P の N マイナス1乗です以下ですということが分かったんです。で、今ですね、P はですね、2分の3かける N マイナス1分の上2乗というふうに言ってます。ので、あ、その前にすいません。その前に、それをやる前にこれを言いましょう。1マイナス P の N-1 乗というのは E のマイナス P N-1 乗以下です。これは何でかというと、有用な不等式って重要なものがあって、何だかというと、任意の実数 X に対して1プラス X は E の X 乗以下という式がありましたね。これは、気分で言うと、この直線と指数関数、こういう形ですね。e の x 乗と1プラス x はこういう関係になったということをまあ思い出してもらって、この不等式があったなというふうに思ってもらうと。で、それによってですね、何をしているかというと、ここでは x を何だと思っているかというと、x をマイナス p とすると。そうすると、1マイナス p の部分が e のマイナス p 乗になっているということですね。で、n マイナス1乗そのまま残っているという形になります。ですかね。はい。で、これで、p が2分の3かける n マイナス1の上の以上であるということを使うと、こうなりますとですね。この p の部分をそれで置き換えると、これマイナスがついていますから、マイナスがついているから、そうですね。だから、マイナスがついているから、こうなりますね。いいですね。はい。という形で置き換えられます。よろしいでしょうかと思いますね。でそうすると、ここの部分ですね。n-1、これキャンセルしますね。キャンセルしますね。でそうすると、ここの部分を見てみると、これは e の -2 分の3乗ログ n で、これは書き換えると e のログ n 乗の -2 分の3乗です。で、e のログ n 乗でこれ n ですね。こうなります。だから、今、これがやれるということが分かりました。ですね。そうすると、これは、n の、1乗で、分母が2分の3乗なので、これは、n の2分の1乗分の1です。ですね。そうすると、これは n を無限に持っていくと0になるということが分かると。ですね。で、確率は必ず0以上なので、この知りたかった確率というのは、n を無限に持っていくと0になります。ということが結論として得られました。よろしいですか？だからよって何かというと、G が、孤立点を含む確率っていうのは、N を無限大に持っていくと0に行くということが分かったんですね。P がこの場合。よろしいですか？今は、P を2分の3かける n-1 分のログ n というふうにしてたんですけども、これ、2分の3のところが1プラスイプシロンの場合でも同じ計算ができます。で、それやってみましょう。あ、書いてあった。こうなるということですね。はい。
で、これ、より一般にこういうふうにすると、どこが変わるのかっていうと、ここの計算から変わります。ここまで同じですね。ここまでまだ、この式使ってませんから。で、この式使って、まあ、置き換えるところからやってみると、置き換えますね。置き換えると、こうなります。こうなります。で、そうすると、先ほどと同じように、この n-1 はキャンセルして、この部分を書き直すと、こうなるんですけども、ですね。で、これは、e のログ n 乗のマイナス1プラスイプシロン乗ですから、先ほどと同じように、これは n のマイナス1プラスイプシロン乗になります。だから、これがやれると。で、そうすると、これは n の1プラスイプシロン乗が分母にあって、分子には n 乗、n の1乗があるので、全体としてはこれ n のイプシロン乗分の1ができます。で、これは n を無限大にすると0に行くという形で同じ結論を得られるということになります。よろしいでしょうか。で、これが p が大きい場合の話ですね。p が大きい場合の話です。だから使っているのはこのマルコフの不等式しか本質的には、なくって、これはすごくですね、初等的なんです。まあ、この、あれですね、表示確率変数をうまく使うというのもありますけども、まあ、これは標準的なテクニックですね。はい。で、これでまあ、p が大きい場合は分かったんですけども、じゃあ p が小さい場合になってきます。p が小さい場合は、今は、これですね。だから p が 1-ε×n-1 分のログ n。であることなんだけども、で、これ先ほどと同じように、この xv と x 定義します。その xv っていうのは、v が孤立点であるかどうかを示す表示確率変数で、x っていうのは孤立点の数を含む、表す確率変数です。で、そうするとですね、先ほどと同じように、この孤立点を含まないってことを、考えて、その確率がですね、n を無限大にするのに0に行くんだってことを示したいんだけども、同じようにですね、この g が孤立点を含まない確率っていうのを x を使って表そうとすると、これは x が0であると。孤立点が存在しないっていう形で言い換えられます。で、これで進めるとですね、ちょっと不具合があって、で、ここからですね、さっきと同じように、マルコフの不等式を使おうと思うと、まあ、こんなような形に置き換えて、マルコフの不等式を使おうかなっていうふうな気になるんですけども、これでは、何も言えないですね。なんでかっていうと、これ、x が0以上っていうのは、これ必ず満たされる。孤立点の数0以上。これ必ず満たされる命題なので、この確率これ1なんですよ。だから、この1っていうのはどう頑張っても、n を無限大に持っていっても0にならないわけですね。だから、このような形で単純にマルコフの不等式を使おうと思っても、うまくいかないわけです。で、そこで何をするかというと、マルコフの不等式を使って得られる別の不等式を使います。それはですね、チェビシェフの不等式というものです。で、チェビシェフの不等式っていうのももしかしたら皆さん聞いたことがあるかもしれなくって、まあこれはですね、いろんなところで、その分散が小さいんですよってことをですね、示すときによく使う不等式なんですけども、実はこれは、まあ本質的には、マルコフの不等式をちょっといじると出てくるもの。で、まあそのちょっといじるって言いますと、ちゃんとやります。で、それを使うと、ここで書いていた問題点が解決できますということになります。で、じゃあ、チェビシェフの不等式っていうのを紹介します。これです。確率変数 x と正の実数 t に対して、ここに書いてある式が成り立ちますよとですね。で、この式自体をですね、覚えようとするとですね、これは覚えられないんですね。覚えられないんで、覚えようとしないでください。でも、重要なのはですね、これはですね、マルコフの不等式を使うと簡単に、このようにすぐ出てくるっていうのが重要で、ただですね、マルコフの不等式っていうのは本当に本質的であって、先ほどそのチェルノフ条件の技法っていうのをやりましたけれども、そこでもそのマルコフの不等式を使うために、その中2の何とか乗、まあ、2じゃなくて何とかの何とか乗っていうのを考えると、その指数関数を考えるってことだったんだけども、ここではですね、同じようにですね、2乗を考えるってことをします。指数関数じゃなくて2乗の関数っていうのを考えるってことをします。で、今ここに書いてある式と、この、右辺があるんですけども、まずこの見た目がですね、マルコフの不等式に非常に近いっていうふうに思ってほしいんですね。この t がある。で、こっち側に何かその確率変数がここにもあります。で、この、確率変数っていうのは、これ必ず、ちょっと、これですね。これ必ず皮膚なんですね。だから、このまんま、マルコフの不等式っていうのを適用することもできます。で、そのままマルコフの不等式を適用すると、何が得られるのかっていうと、x のマイナス、x の期待値の絶対値が t 以上であるっていうと、これはですね、そのままマルコフの不等式を使うと、t 分の e の絶対値 x マイナス ex と
こういう形になるわけですね。で、これはこれで正しい不等式です。これは正しい不等式なんだけども、これはですね、そんなに強力じゃないんですね。強力じゃないっていうのは一つ。もう一つは 何がいけないかっていうとですね、この絶対値は異様に扱いづらいんですよ。数学的に。異様に扱いづらい。で、この式はですね、このチェビシェフの不等式で、これ、右辺に見ると、これ何になってるかっていうと、これ二乗になってるんですね。で、絶対値が外れてるんですよ。で、絶対値が外れてるので、これはですね、割と扱いやすい形になってるんですね、数学的に。で、これがですね、今後生きてきます。生きてきますので、これを使ってみたいということになります。なので、この、絶対値を外すためという言い方がいいかどうかわかんないんだけども、二乗を考えるということをします。で、それが証明で行うことです。で、やっていきます。で、まずですね、先に見ますね、先に見ます。そうすると、この、この不等式の、左側と右側を二乗したものを考えます。そうしても、得られる事象としては大きさ変わりませんから、この確率はイコールになります。ですね。それで、あ、なんだっけ、これ、t 正が変わるですね。t 正が変わりません。で、ですね、これで、ここでマルコフの不等式ですね。ここでマルコフの不等式を使います。で、そうすると、この式が得られます。この式ですね。で、これはですね、もうほぼこの結論なんですよ。分母はもう揃っています。で、あとはですね、この分子の部分ですね。この絶対値の二乗が、この上の形で書けるんだってことを言えばいいだけです。で、これは、まあ、ちょっとした確率というか、期待値の計算です。なので、これは、ちゃんとやってあげましょうというのが、このここでの後です。で、そういうのからやっていきます。x-ex の絶対値の2乗ってのがあるんだけども、絶対値の2乗っていうのは絶対値つけないものつけないものの2乗なんですね。ただ、この時点で絶対値が外れて嬉しいということになります。で、じゃあこの2乗の中に、そのまま普通に展開すると、x の2乗マイナス2、x の左値かける x マイナス ex の2乗になります。ですね。で、今、ここで重要なのは、の ex っていうのは、これもうすでに一つ決まった値です。これはもう確率変数ではありません。ですか。だから、ここの変形では、期待値の線形性を2回使ってるんですけども、そこではこの EX っていう、この X の期待値っていうのは定数なんだということが重要です。ですね。そうすると、まず、この、3つの部分をバラバラにします。それがここですね。これ線形性でできます。で、もう一つは、今言ったように、その係数の部分、ここですね。この場合、2かける期待値。この場合はこの期待値。この場合は期待値。を、そのまま前に出します。で、そうすると、そこも期待値の線形性を使ってできて、そうすると、はじめの部分の、真ん中の部分の係数ですね。2かける E の X。で、下の部分は、これ自身が係数で、本来は、この後ろに、この後ろにかける E の1がつくわけです。本来はね。でも E の1ってのが1なので、これは今は書かないでおくと。いうふうにしてるわけです。いいでしょうか。でそうすると、まあ、この初めのですね、X の乗機体値、これは残っちゃうんだけども、他のところを見てみると、これは何かというと、EXEX というふうにあるので、これは 2×EX の2乗です。後ろの部分はそのまま EX の2乗。つまり、この部分を見ると、マイナス EX の2乗が出てくると。ということで、最終的に EX の2乗マイナス EX の2乗という形で欲しかった分子が出てきますという形で、この証明は終わるということになります。ここまでいいですか？うん。重要なのはですね、チェブシェフの不等式というのは、マルコフの不等式を二乗関数に対して適用したものだということなんですね。書いておこうかな。チェブシェフの不等式っていうのは、二乗に対して、マルコフの不等式を適用したものです。あ、そう思うと、このマルコフの不等式っていうのが非常に重要な役割を果たしているんだっていうふうに思ってほしいということですね。だからまあ、その原理からいろんなものが出てきているんだということになります。はい。で、このチェプシェフの不等式を使っていくんですけども、どう使っていくのかってことを今から言います。
で、そうするとですね、先ほど言った通り、この G がコリステンを含まないという確率は、X が0になる確率として書けるんだけども、この部分がですね、今のチムシェフの不等式を使えるように書き換えていきます。で、この部分はちょっと技巧的で、まあ、これを初めて発見した人はやっぱり素晴らしいと思うんですけども、ちょっとこれをやっていきます。で、まずどうするかというと、これはですね、まあ、こんな形で書きます。X が0、または X イコール 2×X の期待値と書きます。まあ、そうすると、まあ、ですね。これ事象としては大きくなってますから、不等号になります。で、なんでこう書くかというと、これはですね、先ほどの、絶対値を使って書けるようになるわけです。こう書けるわけですね。x-ex の絶対値が ex になると。いいですか？これはなんでかっていうと、この、絶対値が正で外れる場合と負で外れる場合があるわけです。で、正で外れる場合はそのまま、こうなって、x-ex イコール ex になって、で、この場合は x イコール 2ex になるわけです。で、負で外れる場合は、マイナス x プラス ex になって、左辺がね。で、これイコール ex なので、この場合は、x イコール0になるわけです。ってことで、まあ、この上のものと対応するということになりますね。いいですか？で、この形は、だいぶ、チムシェフの不等式の使い方に近づいてきたなと思うわけですね。で、チムシェフの不等式の形に近づけようと思ったら、この部分を不等式にします。で、不等式にすると、やっぱり、それは事象として大きくなるので、不等号になります。で、ここでチムシェフの不等式を適用しましょう。そうするとこうなると思いますね。これチムシェフの不等式の先にそのままですね。ですね。で、こうなります。あ、そうです。チムシェフの不等式のそのままにしてるというのは、この部分がチムシェフの不等式だから t だったんですね。t だった。で、今ですね、この下の部分では、ここで、t の2乗っていうのが出てくるということになるわけです。いいですか？で、この今、e の x の2乗っていうのが、これ共通してますから、あ、じゃあ、こっち共通してますから、なんていうんですかね、2つに分けると、前の部分と後ろの部分で、後ろの部分マイナス1になるということがわかります。で、それでですね、この部分、の分数式。これが何だか分かれば、私、嬉しいと思いますね。で、分母の部分は EX の2乗です。で、EX 自体はですね、もう分かってます。すでにですね、これ EX、つまり、孤立点の、総数の期待値というのは N かける 1-P の N-1 乗ということは、すでに分かってます。ですね。なので、あとは、この分子の部分ですね。X の2乗の期待値、これが分かればよいということになります。で、注意しなくちゃいけないのは、これは、確率論的な注意ですけども、x の2乗の期待値と x の期待値の2乗は違います。一般的に。偶然、等しくなる場合もあるかもしれませんけども、これは、異なりますので、注意してください。さっきも言ってたんですけども、xx っていう、これが、確率変数の積なんですよね。で、確率変数の積が、その積の、確率変数の積の期待値が確率変数の積、期待値の積に分けられるかどうかって、それは一般には成り立たないし、それが成り立つときには、この x と x が独立である必要はあるけど、x と x が同じ確率変数ですから、まあ、独立であるってことはないわけですね。だから、ちゃんとこの x の2乗の期待値というのは、計算する必要があって、実際にここに書かれているものは、EX の2乗とは違うわけです。でこれをちゃんと計算していきましょうということをやります。で、割とですね、この、なんだ、チムシェフの不等式を、適用するときに、この X の2乗の期待値を計算するところが割と厄介であるということはよくあります。で、実際これ厄介なので、今からじっくりとそれをやっていこうと思います。はい。でですね、実際にやっていきましょう。今ですね、X の2乗なんだけども、X というのは何だったかというと、XV の和でした。XV っていうのは何だかっていうと、これは、V が、孤立点であることを表す、表示確率変数ですね。で、その和の2乗になっているわけです。で、そうするとこれ、和なので、これは展開します。展開します。で、これ真面目に展開します。で、そうするとこんな感じになるんですね。U と V という、
焦点を使って XU、XV の和になるということになります。いいですか？だから、これは、だから U と V は同じであるともあるわけです。ですかね。だからちょっと、例えば、V っていうのが、1、2、3とすると、何かというと、この V in V の XV の2乗っていうのは、ちゃんとやりましょうね。これは、X1 プラス、X2 プラス、X3 の2乗なわけです。いいですね。だからこれは、展開すると、X1、X1 プラス、X1、X2 プラス、X1、X3 プラス、X2、X1 プラス、X2、X2 プラス、X2、X3 プラス、X3、X1 プラス、X2、X3 プラス、X3、X3。こうなるわけですね。ですね。だから、ここには、N の2乗個、ここには、ここには N の2乗個、頂点数 N とする N の2乗個項があるということになるわけですね。で、注目したいのは、この中には、この添え字が同じもの、っていうのは N 個あります。で、一方、添え字が違うもの、もう一つの項ですね。添え字が違う項っていうのも、たくさんあります。だから、これは N2 乗マイナス N 個あります。で、これらはちょっと扱いを別にする必要があるので、扱いを別にします。っていうのは次のイコールで書かれます。これですね。で、今その、同じところ、先ほどの例、図で言うと、この黄色い部分ですね。黄色い部分がこの初めのところの輪になります。で、ピンポンとはこの10の量になると。こうですね。になります。で、何かというと、頂点 V に対して XV の2乗がかけている部分ですね。はこうなって、U と V は異なるところがこうなっているとですね。だから U を選んだ後で V は必ず U と異なるものを選んでいるというのが重要です。という形で書けています。で、期待値の線形性かな次は。を使うと、あ、その前に、期待値の線形性の前にありましたね。今、XV の2乗っていうのがあるんですけども、XV というのは先ほど言った通り、V がコディスペンであるかどうかを示す表示確率変数なので、取る値は0か1なんですよ。0か1しか値を取らないので、この XV の2乗っていうのは、実は値としては XV に等しいです。いいですか？これちょっとした気づきですね。これ重要なポイントですね。で、後ろ変わってません。で、ここで期待値を前提で使いましょう。期待値の線形性っていうのは重要な、性質で、もう今日も何度も使ってますけども、多分今後も何度も使ってきます。線形性でこれバラバラにしますね。で、ここもそうですね。同じく。2回使ってますね。2回使ってると J マークです。言えてませんけども、まずこれ、前の方は XV の和が X だっていう、それは X の定義を使ってます。で、後ろの方で期待値の線形を使ってます。ですね。で、EX ですね。この X の期待値は私は我々も分かってるわけですね。X の期待値は何だとかっていうと、これは N×1-P の N 比1乗。これも分かってるわけです。あとはこの後ろの部分ですね。特に、この XU、XV の期待値。これを知りたい。ということになります。じゃあそれをやっていきましょう。U と V が今異なる頂点になるときの XU、XV の期待値ということを知りたいということですね。で、じゃあ XU、XV っていうのはどんな値を取るのかっていうと、先ほど言った通り、XU も XV も0か1の値を取るわけです。だから、XU、XV の値が何だったのかっていうと、これは1か0なんですね。1か0で、いつ1になるかっていうと、XU が1かつ XV も1のときに1となって、それ以外のときに0となります。で、この XU が1なのにいつだったかっていうと、U が孤立点になるときです。で、同じように XV が1となるのは、V が孤立点となるときです。V が孤立点になるときです。つまり、XU、XV が1となるのは、XU と XV がともに、孤立点になるとき。ということになるわけですね。いいですか？では、この時に、XU、XV の期待値を考えると、XU、XV は1か0っていう値しか取りませんから、1かける U と V が、ともに、孤立点である確率、プラス0かけるU と V のいずれかが
孤立点ではないと書けるわけです。でそうすると後ろの方は0かけてますか、これ消えるわけですね。ということで、何かというと、XU、XB の非対値は、U と V がともに孤立になる確率と等しくなります。で、これは何なんでしょうということを考えますね。ちょっとここに書いてお聞きします。そうすると、今ですね、U と V ということなら頂点があるわけです。U と V と頂点ですね。じゃあ、U、V 以外の頂点は何個あるかというと、ここには N-2 個、頂点があります。で、U と V がどちらも孤立点にならなくちゃいけないとすると、まず U と V の間には辺があってはいけません。で、U からこの N-2 個の頂点、ここにも辺があってはいけません。さらに V から N-2 個の頂点、ここにも辺があってはいけません。そうすると、今これ数えると、辺があってはならない。国の数が分かります。それは何かというと、まずこの U と V を結んでいる部分の国である1プラス U とこの N-2 個を結んでいる国の数 N-2 プラス V とこの N-2 個を結んでいる国の数 N-2 です。でこれは 2N-3 になります。それから 2N-3 個の国のどこにも辺があってはならないことが起きなくてはならないので、その確率は 1-p の 2n-3 乗になります。いいですか？これが xuxv の期待値になります。これが先ほど知りたかったものですね。先ほどっていうのはここですね。ここですね。でそうすると何が分かったかというと、xuxv の期待値というのは uv に依存しませんから、この和というのは今計算したものの u の取り得る場合の数は n。で、U 以外の頂点を選ぶパターンは N-1。という形で N×N-1 が前についてくるということで、この後ろ側の和が分かりましたということになります。これで、X の2乗の期待値が分かったということになります。なんでかっていうと、それはこうですね。後ろの部分が N×N-1×1-P の 2N-3 乗。で、前の部分が先ほど言った通り、N×1-P の N-1 乗。ということで、これで分かりましたということですね。欲しかった期待値が。これで、チューシェフの不等式が適用できるということになります。ここまでいいですか？大変でしたね。でも、これでできますので、安心してやっていきます。ではやっていきましょう。先ほどの式これですね。分母と分子。で、分母の部分はもうすでに分かっていて、E の X っていうのは N×1-P の1乗。で、分子今分かった式ですね。これですね。書きました。マイナス1を忘れずに。じゃ今ですね、P が小さい場合、例えば2分の 1×N-1 分のログ N 以下である場合、この式どうなるでしょうということを考えていきます。ただ、まあ、この式が0に収束するということを言ってるんですけども、そのためにちょっと何があったかというと、ですね。まあ、整理します。この前の部分ですね。ここ見ると、ここの部分は、2乗がついてるかついてないかの違いなので、2乗がないのが分母に残ります。残りますね。で、後ろの部分。そのまま書き書きました。で、分母の方は、2乗を、ここに書いてます。ですかね。こうなります。で、そうすると、まあ、その前の方は、これ整理しようがないんですけども、後ろの方は整理しようがあって、整理すると、N は1個消えまして、2N-3 と 2N-3 だと、2N-3 の方が大きいんで、分母、分子は全部消えて、分母は1個消え、残ると。そんな感じになりますね。ということで、あ、しまった。それやってなかった。すいません。やるんだけど、その前にですよ。すいません。消えませんね。N-1 は N 以下なので、N×N-1 を N 次乗に置き換えます。まあ、こうした方がやりやすいのでやりましょうと。そうすると、先ほどの、キャンセル、もっと大胆にやって、こうなりますと。ですね。で、こうなると。ですね、すみません。はい。今、この、不等式語の向きがこのまま揃っているのが重要ですね。という形で、ここ置き換えて、こうなりましたと。で、そうすると、1マイナス、で、ここで、これ、今からこの P が、
これ以下だってことを使いましょうと。そうすると、p これ以下で、p はマイナスがついて、なおかつ分母になりますので、こういう形で書けると。書けませんね。これまだ使ってません。すいません。ちょっと流れが分かってないのにもう一回やります。思いますね。今、やりたいのは何かというと、先ほども使った有用な不等式、c プラス x が p の x 乗以下ってことを使おうとします。でそうすると、何かというと、x をマイナス p とすると、1マイナス p は e のマイナス p 乗になると。ことになりますね。で、それを、ここと、ここに使うということにします。そうすると、こうなりますですね。はい。いいですか？で、これで、この p、これ使いますね。これ次のページかな。次のページですね。今、ここまで、来ました。で、この p に対して、ここに書いてある式を使うと、p を上からここで押さえるわけですね。ここを書けます。ということになります。で、そうすると、まず、初めの方は n-1 がこれ消えます。ので、この部分は、e の2分の1ログ n になるので、これは先ほどと同じような、計算すると、2分の1乗なので、n の2分の1乗なので、こんな形になりますね。いいですか？で、こうなりますと。ちょっと後ろの方、これはどうにもしようがないですね。その、だから、で、こうすると、これは n の2分の1乗分の1になります。で、後ろはそのまんま。で、この時に、じゃあ n を無限大に持ってきましょう。じゃあ n を無限大に持っていくとどうなるかっていうと、n を無限大に持っていくと、この部分ですね。この部分は0にきますね。n を無限大に持っていくと。そうすると、これ全体としては、ここは、1にきますね。ですね。じゃこの、はじめの部分、どうか、これは n を無限大に持っていくと0にきますね。ってことは、n を無限大に持っていくと、0プラス1マイナス1に行くんで、これ全体としては0に行くと。いうことになります。ですか？こうですね。そういう結論が得られるわけです。つまり、p が小さい場合には、p が小さい場合には、g がこれしても不満な確率は、0に付属します。この確率が0以上なんですね。だから、必ず0に付属します。今は、この p が2分の1かける何とか以下っていう場合をやったんですけども、じゃあ、これじゃあ2分の1じゃなくて、1マイナスエプシロン2までやってみましょう。そうすると、ここまでは変わらないですね。ここで変わらないんですけども、ここのところで、この p を置き換えるときに1枚のセクションが出てくるという形になります。でも、計算は変わらなくて、ここは、消えて、この部分は、e のログ n 乗を1マイナスイプシロン乗になりますので、これは n の1マイナスイプシロン乗になるという形で、こう書けます。で、計算は先ほどと同じです。ので、孤立点を含まない確率は0にいきますから、孤立点を含む確率は1にいくと。ということになります。で、これが欲しかった結論になるということになります。よろしいでしょうか？はい。まとめとしてはこれですね。この n-1 分の上のところで、分かれていて、これよりも p が大きいと、これ視点を持つ確率は0にいきますし、これよりも小さい p の場合には、これ視点を持つ確率が1にいくということになるわけです。つまり、この想定量を起こすという形になるということになります。で、この想定量を起こすっていう現象は、いろんなグラフの性質について言えていて、これはですね、すごく深いランダムグラフの理論があるんですけども、まあ、その、深いことをやっていくのは、この講義の趣旨とは反するというか、まあ、やってもいいんだけども、そうすると、ちょっとランダムグラフの授業になってしまうので、まあ、これはその一例として捉えてください。で、このような現象はいろいろとありまして、物理学の人もすごく興味を持っているということになります。では、今日のまとめに移りましょう。今日は確率的に定義されるグラフの性質を調べるということをやって、特に L でしょ、L のランダムグラフというものを対象にしてやってきました。
その定義と性質、こちらで最後に、この一致現象ですね、相転移というものがランダムグラフで起きますよ。で、その解析の方法というのも行いました。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。